ング。こんにちは。今日はフライパンで上手に作る魚の照り焼きをご紹介します。今日の魚は旬のサワラですね。そうなんです。ではまずサワラからです。魚編に春と書いてサワラ、はい、まさに春の魚。切り身を買い求めていただいて塩を両面に振ります。はい、サワラ4切れ 320g に対して塩が小さじ4分の1杯、はい、これでだいたい10分ほど置いて水気を出して身を締めてください。はい、ではその間に合わせ調味料を作ります。はい、醤油、照り焼きのタレですね。醤油大さじ3杯に、みりん大さじ2杯、砂糖です。砂糖が大さじ2杯です。この分量というのはもうどの照り焼きでも使えるわけですか？そうなんです。基本の分量なのでこれさえ知っていれば、他の魚でもとっても美味しくできるんですね。よくぜひ覚えておきたいですね。はい、混ぜ合わせてください。ではその間に、あとは焼くだけですので、はい、その間にカブの甘酢漬けを作ります。はい、まず甘酢を作ります。酢、お酢が大さじ3杯です。砂糖が大さじ1杯、塩小さじ半分に、赤唐辛子の小口切りです。はい、よく混ぜ合わせます。砂糖と塩をよく溶かしておいてください。はい、そして今日はカブですが、皮をぐるりに剥いています。薄切りにしてください。これなるべく薄い方が味の馴染みがいいので美味しいです。今日はカブを下に塩で下もみ、下味で揉み込まずにしていますので、はい、なるべく薄い方が早く浸かるんですね。はい、でもこうやって魚料理に甘酢漬けがあると嬉しいですよね。箸休めとても美味しいです。はい、これを甘酢に浸します。はい、すべて3個分です。全体混ぜ合わせておいてください。はい、途中でちょっと揉みますと味の馴染みが早いです。ね、はい、しんなりするまで10分ほど置いてください。はい、そしてこちら塩が溶けて 水が出てきてますね。あ、本当ですね。表面のところですね。そうなんです。まあ、生臭み、あとは身を締める意味でこのようにしますが、余分な水分、塩分は拭き取ります。はい、こうすることによって魚の臭みも取れるんですよね。そうなんです。そして身が締まって崩れにくくなるんですね。はい、このようにしてこちらの切り身の魚というのは皮がこちら側についているのが正面になるんですね。はい、皮が上に見える方が正面になります。魚を焼いていくんですが、今日は正面になる方から先に焼き始めます。はい、盛り付けて上になる方を先に焼いていくんですね。はい、そうです。フライパンに油を熱して、はい、表になる方から焼いていきます。はい、油大さじ半分です。どうしてこの表で盛り付ける方から焼いていくんですか？はい、フライパンが汚れてないうちにまず表面に出る方をきれいにこんがり焼きますと、はい、とても盛り付けが美しくなるんです。はい、はい、なので表面盛り付けた時にお目になる方からこんがりと綺麗な焼き目をつけていくんですね。あ、なるほど。そして絶えずちょっと優しくフライパンを動かしながら、はい、全体に綺麗なこんがりと焼き色をつけていきます。あ、焼き色をつけるように焼いていくんですね。そうなんです。照り焼きってやっぱりこんがりとした美味しそうな焼き色が、はい、なんといっても美味しさのポイントになるんですけども。あ、そうなんですか。この時点でしっかりつけておきませんと、はい、タレを煮詰めた時にこんがりと美味しそうな照り焼きの色が出ないんですね。はい、そうなんですね。そうなんです。ここで焼き付けておきます。あ、徐々にこう周りの方から色変わってきましたね。そうなんです。だいたいこの周りが 7,8 ミリ白くなったところで、そしてこんがりと焼き色がついたところで裏返すんですね。徐々に周りの部分は白くなってきていますが、どうでしょうか、はい、その焼き色というところですか。だんだんといい色がついてきました。はい、そろそろいいですね。繰り返します。はい、このぐらい、いい焼き色ついてますね。はい、はい、返します。あと裏も同様にこんがりと焼き色をつけてください。はい、
さあ、そしてしばらく焼いたものですね、はい、こちらになります。そしてこのようにね、油が残っているんです、はい、これから先ほどの照り焼きのタレを絡めるんですが、この油が残っていますと、どうしても油が邪魔してよくタレが、ね、魚に絡まないんですね。そうなんですか、はい、なのでこのようにしっかり油をある程度除いてください。はい、はい、そしてこの油には魚の余分な生臭みもありますので、はい、ここでしっかり取り除きます。一緒に取れてしまうわけですね。はい、取り除いたところで先ほどの照り焼きのタレバーッと加えます。はい、そして醤油の香ばしい香りがふわっと立ってきました。はい、いい香りですね。ここで煮詰めてとろりとさせていきます。こうして煮詰めるとだんだん旨味がついてきますね。はい、そうなんです。そしてだんだんと泡が大きくなっていくんですね。はい、ただ煮詰めすぎてしまうとすぐに焦げついてしまうんです。糖分が多いので、はい、なのでその頃合いはまだサラサラとちょっと残っていて、泡が大きくブクブクするぐらいですね。はい、このぐらいになったところ一度、泡が大きくなってきました。そうですね、大きくなってこのぐらいブクブクとなったところ一度返して、はい、表面にこのタレを絡めます。はい、絡んでいきますね。本当にはい、いい色が魚についていきます。はい、でもこれも焼き色をつけてるからこういうふうにうまく絡んでいくわけですよね。はい、そうなんです。そしてもう一度返して、はい、表面が表になりました。上になるようにします。はい、これで出来上がりです。はい、では盛り付けます。はい、はい、タレもかけて、はい、甘酢あえを盛って、はい、はい、出来上がりです。はい、今日はサワラでやってますけども、その他のお魚でもこれはいいわけですよね。カジキ、マグロですとか生酒ですとか、はい、タイなのでも美味しいですよ。はい、それでは今日の材料です。今日のタレは醤油大さじ3杯、みりん大さじ2杯に砂糖大さじ2杯です。詳しい作り方は3分クッキングのテキスト4月号65ページをご覧ください。今日はフライパンで手軽に旬のサワラを使って照り焼きにしました。